はい、皆さんこんにちは、佐賀健でございます。日本経済新聞の6月20日18時28分に出ました記事ですね。読めるところだけ読みますね。中国景気刺激へ10ヶ月ぶり利下げ、 5% 成長正念場という。成長せえへんせえへん、そんなのせえへんって。北京川手伊織って時々お名前をお見かけします。中国人民銀行中央銀行は20日10ヶ月ぶりの利下げに踏み切った。住宅ローン金利などを押し下げて、低迷が長引く不動産市場を下支えする狙いがある。景気の減速感が強まり、政府が2023年の目標に掲げる 5% 成長の実現は正念場を迎えている。政府はさらなる景気対策の検討を急ぐ。米欧は根強いインフレ圧力を抑えるため利上げを進めてきた。中国は米欧と逆行する金融政策を取ることで人民元がうにゃうにゃうにゃで、ここで消えて読めません。はい。これは昨日のニュースなんですけども、利下げをしたというんですけど、利下げの幅がね 0.1 なんですよ。それはね、利下げと言うてもほんのちょっと小手先の先ぐらいなんですよ。アメリカはですね、去年2022年ガンガンと利上げをしました。で、上げる時の幅がね、一番すごい時で 0.75 なんですよ、1回に。普通 0.25 なんですね。で、それをですね、ダブルでやるときには 0.5 なんです。で、3倍、トリプルでやるときは 0.75 で、ジャイアントステップと言います。これをね、ですね、2回か3回やってます。ほぼゼロやったアメリカの政策金利は、今、5.5 まで来ています。5.25 から 5.5 の幅ですかね。まあ、要は年にね、ほんの1年間でですね、5% 上げたんですね。こんな過去に例を見ないんちゃうかなと思いますけど、もうそれくらいの利上げをしたんですが、未だにインフレが収まっていないんで、来月また利上げをするんではないかと。その幅は 0.25 です。で、普通ですね、中央銀行が利上げするとか利下げするとか言うと 0.25 なんですよ。それを中国はですね、なぜか 0.1 だけ下げてるんですね。なんで下げたかというと、なんで下げたかというとですね、景気が悪いからです。ひとえに。景気が悪いと利下げをするんですね。景気を刺激するわけです。で、利下げをしたらですね、要はお金を借りやすくなるわけですね。ただ、一般人はですね、住宅ローンの金利が下がるんで、住宅ローンを組みやすくなる。そうするとマンションや戸建て住宅、新築の住宅でも、まあ中古でもいいんですけど、買いやすくなるわけですね。で、いやいや、買いやすいやん、買おうかとなるんですけど、0.1 ってなんやねん、0.1 って。0.1 ってほとんど意味ないわけですよ、私から言わせると。なんなんそれっていうことですね。で、今中国ですね、ものすごく住宅が売れてません。もうフリーズしてる感じがしますね。あの国は政府が発表する統計数字は信用できません。で、私が見る限りですね、新たなマンションの開発分譲なんてほとんど行われていないんちゃうかなと。今まで売った分をですね、どうやってこのきちんと引き渡すかという問題になってると思うんですね。で、新たに分譲するどころじゃないと思うんですよ。でもですね、一応新たに分譲をしてると思うんですね。それが多分売れ行きが悪いわけです。売れ行きが悪いからですね、売れ行きを良くするために何とかしなあかん。まあ一番簡単なのは金利を下げるということなんです。金利を下げたいわけですね。今中国は 3% 前後あったかと思いますね、政策金利は。それを下げるとですね、住宅が多少売れるようになります。だから本来 0.25 下げなあかんわけですね。下げなあかんのですけど、でも 0.1 でしょ。なんでかっていうと、それは中国の苦しい実情が隠されています。それは何かと言いますとですね、金利を下げるということはですね、その通貨の魅力が減るということなんですね。
例えばアメリカのドルはですね、運用がおそらく 6%、7% の運用がいくらでもあるわけですよ。だって政策金利が 5.25 から 5.5 でしょ。そうすると金融商品はそれよりちょっと上がるわけですよ。今アメリカの住宅ローンは 6.7 と言われています。で定期預金したらおそらく 6% とかになるんちゃいますの、アメリカ今。だドルに変えてね、アメリカで定期預金したら 6% 金利もらえないとみんなそうドルに変えるでしょ。でドルに変えたいからドルに変えて変えて、そうするとその変えられた通貨はですね、ドルに対して安くなるんですね。今日本円にしてですね、日本円でですね運用してもですね、銀行に預けて元金保証の金利なんていうのは 0.2 もないですね。 0.0 いくつですね、提供金でもないも同然なんです。そうやってお金を持ってる人はどう考えるかと、どうやってドルに変えてで、ドルで提供金しようやと思うわけですね。ドルやったらね 6% ぐらいつくんやと、全然ちゃうやん、0と6はえらいちゃいますよね。だからどう、そうですよ。そうすると円からドルに変えるわけですね。そうすると円を売ってドルを買うわけですね。そうすると為替市場では円安になるんですね。現に今円安でしょ。今日141.95 と来てますね。1年ぐらい前まで130円切るぐらいやったと思います。でもっと前はですね110円ぐらいです。さらに前は100円ぐらいです。僕のぐらいの年の感覚は100円なんですね。1ドルは1ドル100円で普通じゃんのと思ってるんだけど、今140円なんですよ。なぜか、みんなドルに変えてドル運用したいからです。それが一番の理由です。で、中国の人民元もですね、人民元をドルに変えて運用したらアメリカで6% 回るやん、ほんなら買えるやんってなるでしょ。でもそれをやってもらいたくないからですね、人民元の金利はですね下げたくないんですね、中国は。だから中途半端な 0.1 みたいな幅になってるわけです。超中途半端で何の意味もないと思います、これは。はっきり言うて、じゃあ何の意味もないことをなんでやってるのかというとですね、それはですね、中国の金融当局がですね、仕事してますというポーズを上に見せるためなんです。それしかないと思います。つまり一生懸命利下げをして住宅市場を刺激していますと、これで景気は良くなるはずですというふうに上に報告できるわけですね。まあまあケチな役人根性ですよ。多分それがためにケチな利下げをしたんだと思います。しょうもないでしょ。いかにね、今中国の経済政策というものがですね、なってないか。みんなね、習近平の方を見て仕事をしてるわけですね。で自分のやってますか、仕事してますかを伝えることにキューキューとしてるわけですよ。で実態の経済が不況に陥ようがね、住宅が売れようがね、売れなくてもね、関係ないんですよ。自分のポジションさえ守ればいいと、みんなそういう気持ちで今中国の役人たちは仕事をしてるんですよ。となると当然ですね、うまくいきませんね。うまくいかないのも相まってですね、今中国経済はかなりよろしくない状態になってます。1950年代60年代は大躍進運動とか文化大革命があって、その時もみんな同じ状態でした。みんな自分の立場を守るだけのためにですね、仕事をしてました。要は何も多分やらないのが一番いいわけですね。今だからその状態です、中国は。そんなんでね、経済が上向くのはわけないでしょ。だからですね、もう中国は完全にですね、不況というか経済不調ですね、経済低成長というかマイナス成長の路線にバクッと乗ってるわけですよ、レールに。そこはひた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 走ってるわけです。で、上からこうせやせとか経済なんとかせとか、はいわかりましたって言って 0.1% 利下げしましたとかって報告してるわけです。で習近平みたいなのは経済音痴ですから、おおそうか、よし、じゃあしばらく様子を見ようとかになるわけですね。で気がついたらですね、とてつもない泥沼にはまり込んでいるということになるのではないんかなというふうに私は思ってます。習近平のおっさんは経済全く分かってません。で多少なりとも分かっているですね、李克強さんをクビにしました。でただのですね、ただのごますりの立教というのは名前がよう似てるんですけどね、一時と取っただけなんですけど、ただのごますりの立教というのをですね、今首相にして、それが経済担当なんです。
この4月、3月かな、3月に就任したんですけど、いまだ有効な経済対策をですね、取ったという話は一切聞きません。したがって中国の景気はどんどん悪い方向に行っててですね、不動産市況も当面は回復しないと、バブルの崩壊が続くということでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。